始まり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 。本当に下手したら通報されちゃうし、この首やんのすごい首痛い。首のなんかね、ここら辺にあるやつらが俺を悪さする。やめてくれないか。すごい本当にダメな人じゃん。ダメ、あーダメダメダメだよー、ダメだよーってね、エロ目線のダメという方にダメだよーって誰ですかー。これね、多分幼稚園生はねみんな笑ってくれますよ。誰ですか、なになになに。みんなこれで笑ってくれるよね、幼稚園生とかね。まあ下手したら泣く子もいる。誰ですか、まま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 、嫌いなもの食べないの、ダメ、全部食べなきゃ。いや、いいから、嫌いなもんは嫌いなもんでいいんだよって。食べたくないものを口に入れる時間は君たちにはないんだ。好きなもんだけ食え、食って食って食いまくれ。嫌いなもんを口に入れるっていうか、ちょっとマジさっぱりわかんない。うん、気違いだよねやっぱ。うん、いいじゃん。俺は嫌いなもの口の中に入れたくないんだもん、まずいから。なんで俺が嫌いかって、簡単なんだよ、まずいんだよ。まずいの、まずいって言うなって言うけどさ、まずいんだよ。ムカつくの、なんで言っちゃった。親に、親の教育でうるせえこと言われてきたら、まずいって言っちゃダメとか言われてたんです。うるせえよ、まずいっていう表現があんだから使わせろよって。ムカつくな。すごいな、反抗期にも程があるけど、可愛い反抗期だよね。うん、でもみんなまずいもん食べちゃダメだからさ、みんなもうね、もう好きなだけ自分の好きなもの食べな。もったいないんだよ。なんで自己犠牲ってアホなことしなきゃいけないの、日本人って。日本人に善に言うわけじゃないけど、なんでさ、嫌いなもの克服しなきゃいけないの。めんどくせえな。その時間克服できる時間で好きなものいっぱい食ったろ、ボケ。ほんとに。俺はそういう人間です。絶対そっちの方が寿命伸びる。健康寿命も多分ね、もうね、心がいいんだもん、俺は。好きなものばっか食って。それはもう楽しい、楽しい。うん。なんで嫌なことしなきゃいけないんだろうね。無駄に嫌なことしたって、嫌なこと決められて嫌なことは待ってるんだからね。人生には嫌なことは何個かあるんだよ、こんやりと。無駄に嫌なことしたってね、いいことをしていい時間なのに、なんでクソなことしなきゃいけないんだ、アホかよバーカ。うん、すごいね。ちょっと不快になられる方もねいると思うんで、一度おトイレに行ってね、ギャボギャボギャーをねしてもらえれば。お水が美味しいよ。これってアルプス山脈、アルプス、カルピスみたいに言った。アルプス山脈の水、もしくは富士の湧き水だったりして。ふいふい。はい。どこを向いてるんでしょうね。あ、今俺の汚い。ひーひー。あー、シラフですよ。うん。未成年だからって夏休みに浮かれて酒飲んでるわけじゃねえか。そんなしょうもない人間じゃないっつーの、俺は。ないっつーのーっていう、この手の振り回しで今、500ml 余りの水がこぼれたらどうなっちゃうんですか、僕。泣きますよ。ね、普通にマジ泣きしてやろう。汚。最高じゃん。最近ハマってる飲み方はこれですね。もうね、喉に直接水入れちゃう。舌とか歯を経由することなく、もうね、舌の根元を介していっちゃう。これ飲み水というか、このトゥクトゥクの、トゥクトゥクじゃねえな、まあ水を飲む時の基本中の基本残るってね、この首の汚さをみんなアピールする。全世界に俺の首の汚さをアピールだってね。いや、アピールしなくていいんだよ。文言っていうかさ、文字面だけでいいんだよ、お前が言ってんの。お前は口だけで言えばいいのに、本当に見せちゃダメだよ。不快になる人が多いんだからね。あーるさーてさーて、今日はどーこに降りるのかの。途中下車のね、ナレーションできないんですよ、僕。ふざけちゃうんで。ふざけちゃうんでってね、カッコつけてんの、俺ね。カッコつけてんな、カッコつけてんな、カッコつけてんの、にょ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 。うんうんうん。美味しいな、これ。
ラッシャー汚いな、あれれれ、不思議なパワーでここに戻ってきちゃいます。すごいな、酔ったやつのギャグみたいなことしてんだ、ボケみたいな、シラフでこんなことしてんだよ、イカれとるわ。ちょっとね、口にチョコついた、みんな見える？いやね、友達も誰もいないから確認してくれる人がいないんだよ、自分で確認しなきゃ。わ、顔汚な、ここのね、出来物、ここ角栓かなと思ったら普通になんかただのほくろじゃないけど角栓と思ったらなんか潰しちゃいけないタイプだ。ここメンチョだからね、一応メンチョ潰したらなんか脳のどっかがやられるらしい。だからなんか俺何もしてないのにボスの弱点を自分でやってるみたいな。だから自分が発した攻撃が自分にもこうなんかね当たってダメージ受けちゃうタイプのボスみたいなことになってます。うんうん、汚いな、本当にダメだな、マジでバーンされるもん。口が寂しい、口が寂しい、やばいな、本当に俺が人気出ないじゃん、こんな女子人気絶対もらえないじゃん。うわー、それはちょっとなえるわ、俺の活動としても女子人気出ねえな、ちょっと違うわ、それちょっと違う、それちょっと違うってだいぶ違うわな。あー、可愛い女の子たちの持ちに、うつ病の二人さんがいいねしました、トッポのチョコに嫌われました、仲直りの方法も模索中ですね。嬉しいな、いいねもらったら。本日ネギ坊主鼻くそをほじる、君とテトとあとキリギリス、いいことじゃんか、うんどん底聞いてます。すごいな、おえつを叫んでるんだ。お尻がムズムズする、お尻ちょっとかくんで離脱します。あー、お尻かゆい、あーかゆいよ、お尻がかゆいよ、助けてウルトラマン。はーい、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか。知らんかな、バーカ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 、いやー、ひどーい、さすがにこの流れ面白すぎないか。なんで俺こんな面白いことしてんのに向けないんだ、みんな。こんなお尻かゆいって離脱するやつがいるか。ね、思春期の格好つけたい時期にさ、お尻かゆいって言って出てさ、あー、かゆいかゆいかゆい、助けてウルトラマンって言ってさ、
で、なんかアリさんマークの引っ越し者のノリで、そしたらまだ知らねえよ、バーカバーカって言い始めた。そしたらひどい言葉遣い、ひどいよ、ひどい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 ドドドドドドドって言って、メタルマリオの BGM が始まるやついるか、ドイ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 って言って、こんなに面白いやつ世界中、この世、宇宙を探しても全次元見たって俺しかいないぞ。全次元には一人ずつ俺がいるけど、それは一番面白い俺はじゃない。多分俺がこの全次元、このいろんな次元パラレルワールドの中、多分いろんなパラレルワールドの中一番面白い俺なんだろうな。うん。お尻かゆ。ただ一番面白いだけであって人気者にはなれなかったけど、人気者っていうかね、俺はなんかね、中学校でやってたギャグはね、人のパクリですから。タク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 、今なんじゃ平時っていうね。あ、もうね、トラウマなんですよ、このギャグ。やりすぎて、レッド吉田のギャグをやりすぎて、マジでみんなからつまんないって言われて、すげえ腹立って。あと、ハンバーグショーのハンバーグも俺二度と言いたくない。ハンバーグショーでやってって言ったらもうね、破壊締めにします、俺は。破壊締めって。破壊光線のノリで、破壊光線の音域、音圧で言いますから。破壊締めって。一行が言うね。一行！いや、マジで本当にダメだな。うるさすぎてね。町内会でちょっと噂になっちゃうかもしれない。ない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 どうしようかな、薬飲んじゃおうかな。本日なき坊主、アスリンゴ頭、君とテッドとあとキリギルス。ネギ坊主いいね。グッチョバッチョグッチョバってね。俺グッチョバのことです、ずっと俺グッチョバって言い続けよう。グッチョバの意思を絶やすな。宮川大輔さんが言ってる意味のわからない CM、 グッチョバって俺だけが言い続けてやるからね。あおにょ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 おにょ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 って俺好きなんですよ。おにょ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